今回はですね、はい、試合の前に聞く、はい、歌。はあ、なるほど、はい、はい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 、リサーチしましたよ。ああ、なるほど、はい、来たんすね。はい、はい、まあ僕の情報もですけど、まずじゃあ那須さん何聞くんですか？試合前何聞いてたんですか？僕はですね、ゆず。ゆず、はい、ゆずの栄光の駆け足と、はい、虹と、はい、With You。 おー、はい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 、はい、は、ゆずでは、聞いてましたし、はい、あとその浦和レッズ時代、だいたいその3曲プラスグリーンの始まりの歌、はい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 、はい、だったんですよ、はい、うん、その曲4曲だったんですけど、はい、浦和レッズに、入団してその試合前に聴く歌が増えたんですよ。はい、それはなんでかって言ったら、試合前に牧野智章選手、はい、もうね、スピーカーでみんなに歌を提供するわけですよ。 DJ 牧野聞いたことありますよ。そうそうそう、はい、で DJ 牧野がすげえスピーカーでこういろいろ流すんだけど、はい、まあもちろんね、自分でこう、ね、好きな歌を聴いてる人もいますし、でも結構な音で流してるんですよ。ね、結構な音で。まあいいように言えばまあ明るいですけど、うん、多分迷惑な人からしたら迷惑なんでしょうね。でもそれをもう迷惑じゃないと思わせるぐらい、そのなんていうんだろうな、彼の発する陽気さで、はい、もうなんかポジティブに持ってくみたいなとこあるじゃん。全てを、はい、まあ、もう覆い隠しますよね。そう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 。で、その、シャザムってアプリあるんです。こうやってか掲げれば、歌を拾えるアプリがあるんですけど、はい、でそれも彼から教わって、大ちゃん、これはいいよ、つって、で、最初はこっそりこうやってね、はい、彼の歌をこう拾ってたわけですよ。はい、これいい歌じゃん、と、はい。で、自分の中でこうやって、試合ソングにどんどんしてって、はい、そしたらね、8曲ぐらいになったかな。4曲ぐらい増えたかな。あとね、一つだけエピソードあるやつだったわ。あるんですか？終わりなき旅。ああ、ミスターチルドレン。ミスターチルドレン、はい。でね、これはなんで好きになったかっていうと、オリンピックの時、はい、アジア予選ですね、はい、最終戦の前にホテルの黒板に鈴木啓太くんがキャプテンだったんですよ、はい、予選では。で、鈴木啓太くんがミスターチルドレンが好きだったと、はい、で終わりなき旅が好きだったということで、その歌詞をね、はい、黒板に書いたんですよ。はい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 。そう、なんか忘れたけど、息を切らしてさから駆け抜けた道がそうそうそう、振り返りはしないのさ。そう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 。なんかね、そのいい部分をこうね、取ってこうやってて、かっこいいなと思って、そこで好きになったっていう、はい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 、まあそういうエピソードがあるんですけど、まあまあ僕は試合前にそういう曲を聴いて、試合後には落ち着いた曲を聴くっていう、はい、バラード系ですね、試合終わってから、はい、っていう感じだったんですけど、まあ、いろんな選手聞きましたよ。どういう歌を聞くんですか。ほんとね、意外すぎるものもめっちゃあった、選手に。へえ。しかも意外なのが被ってる選手もいたの。へえ。もうこれマジでもう意外すぎる。へえ。うん。で、まずじゃあいきますね。はい、西大吾選手。うわ、マジ気になる。でしょ。はい、聞くか。センスの塊みたいな。でしょ。なんかね、はい、曲にもこだわってそうじゃないですか。こだわってそう。車にもこだわってますから。はい、はい、ナイス。俺に聞くのが間違ってます。それはそう。サイレントでいいんですから、あの人は。西大吾選手はないです。はいはい、全くないです。サイレントで研ぎ澄まされれるんですよ。はい、ですね。そうなんです、はい、で、じゃあ他の選手いきましょう。はい、まあチョンテセ選手。はい、あ、わかる。はい。もうね、なんかありすぎてね、はい、途中で切りました。あ、もういいテセ。いらない、もうテセ大丈夫。話しすぎて。で、勝ったら試合前に聞くのは、はい、アンケリーのザ・ワールド・グレイ・テスト。もう多分ヒップホップ系なんですかね。で、あと AK690 さんの「愛してるシャイン」はい、愛してるシャイン、はい、愛してるシャイン、シャインと、はい、「スタート・イット・アゲイン」はい、っていうのを試合前に聞いてみたいです。へえ、まあ、AK さん好きって言ってますもんね、はいはい、で負けたら、先生の場合はもう負けたら、はい、あ、負けたら聞くまるんですか。負けたらも彼の場合は喋ってくれました。あ、そうなんですね。あ、負けたらですけどって、はいはいはい、自分で言ってくれて、はいはい、負けたら AK690 さんの「上を向いて」へえっていう曲みたいです。はい、なんか励ましてくれそうですね。はい、上を向いてっていう。で、その後も勝ったらって言ってきたんで、愛の一つ受けてたんで、そこまではいいですって。もう大丈夫って。もう大丈夫って一応言ってきました。はい、清武選手。おー、気になる。はい、曲まではあれだったんですけど、そのあいみょんみたいです。あいみょんをよく聞くみたいです。へー、あいみょん。はい、ここ2年ぐらいからってこう
聞き始めたんでしょ、うん、そしたらそうですね、はい、だから、うん、あいみょんみたいですよ。世界観系のシンガーソングライターを聞くんですね、うん、でもなんとなく会ってみたら分かる気もしない、清武選手、うん、うん、なんとなく世界観が自分の中でこうあってってことは、じゃああいみょんを見つけるまではな、多分宇多田ヒカルさんとか、うん、鬼塚ちひろさんとか、うん、そういうまあ世界観を持ってる人たちだから、わかんないわかんないけどね、椎名林檎さんとかその辺なんですかね、うん、はい、まあでもそう、あいみょんみたいですよ、あいみょんさん、はい、まあさっきちょっとワードでも出たんで、まあ、鈴木啓太選手、はい、ミスターチルドレン、ミスターチルドレン、はい、終わりに来たって言ってくれましたね、はい、はい、これも先ほど言ったんであれなんですけど、でですね、渡辺選手、渡辺博文選手、ああなんかおしゃれなやつ聞きそう、おしゃれなやつ聞きそうですね、はい、でもあのワンオク、ああ、あの納得です。はい、似合ってる。似合ってる。あとなんかロック系も聞くみたいですよ。はい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 。はい、まあモーグがそもそもロックですからね。そうですね。はい、うん、だからなんかそういうみたいです。はい、で、栗原雄三選手。何聞くんだろう。なんか決まった曲はないんですが、はい、なんか J-POP 小室世代だ俺はと言ってました。なるほど。はい。90年代ですね。そうです、はい、あと夏メロとかもそういうのが多かったみたいですよ。はい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 、うん、北本選手、はい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 、もうこれもなんかぴったしと思いましたよ。なんすか、長渕剛さん、ああぴったり、あぴったり似合う、はい、似合ってる。 でですね、歌までいっぱい入れてくれましたよ。はい、東京青春、朝焼け物語、はい、ステイドリーム、あもう大丈夫です、友よまだまだあるで笑ってきましたよ。もう大丈夫です、はい、似合ってるんで大丈夫まだまだあるでって、長渕剛さんで言えば坪井圭介さん、ああそうなんですか、はい、試合前に長渕剛を聞くみたいですし、小川圭次郎選手も、はい、バリバリの長渕剛好きですわ。そうなんですか。そうなんです。27歳ですよね。はい、もうバリバリです。これはなんでかって言ったら北本選手の大の影響を受けて。なるほど。そうなんです。それ、それ北、あ、長渕ファンになったみたいです。へえ。あの林選手、僕ねこの歌手分からなかったんですけど、はい、いろんな曲聴きますけど、トライプレインっていうアーティストの。トライプレイン、はい、俺全然知らない、そうですね、俺も分かんないです。トライプレイン、トライプレインっていうアーティストの曲を聴きますね。トライプレイン、本当にちゃんとそれ読み方合ってますよね、うん、英語だったら那須さんスペル読めるか心配だから。カタカナできた、あよかったみんなね俺に優しくしてくれるから大丈夫よかったよかったトライプレインっていうアーティストさんの聴くみたいですね、はい、石川選手、石川直弘さんですね、はい、彼はですねもう曲までしっかりブレインマン、ブレインマン大丈夫かな、スペル大丈夫かな、BRAHMAN ブレインと、うん、編集者今のうまくテロップ入れてあげてくださいお願いしますブレインマン、ブレインマンってね、ナス頑張ってるんで、頑張ってる、俺頑張ってるよ、ね、ブレインマン、ブレインマンブレインマンのアポーランホープみたいです。なるほど、聞くみたいですよ。田中ハイマ選手、これはね意外すぎたね。旅立ちの日に、旅立ちの日に、はい、小学校とかの合唱曲の、そうです、卒業式のやつですか。そうです。え、そうなんです、あの合唱の、はい、変わりすぎですよ、変わり者すぎ、びっくりした、でも旅立ちの日にって、ミスターシルドレンさんなんだと思って思ってたんですけど、そう合唱曲です。あとカノン、あーなるほど、うん、なんかジーンとくる系をジーンとくるのちょっとベクトルがまた違いますけどだからなんか卒業式を思い出してこう、はい、昔を思い出してジーンとくるのかな。へえ、めっちゃ意外だった。はい、はい、意外っすね。そう、高まるのかな集中力。そうなんですよ。でもですよ、はい、この意外すぎるでしょ。はい、ここでもう一人選手出します。なんすか。大久保嘉人選手。大久保嘉人選手、はい、はい、試合前に聴く曲は、はい、カノンらしいっす。またクラシックそう、もうドンピシャで来て、カノンっつって、はい、したらその理由が小学校の卒業式の時の思い出して、なんかモチベーションが上がるみたいな。なんすかね、まあじゃあ小学校の時からもうすでにもうプロになるんだっていう決意を持って卒業したんすかね。ねえ、でもまあハイマンもそうなのかな。カノン卒業式退場曲かなんかですかね。こん
ないけど、だってカノン歌うわけないですもんね。うん、わかんないけどカノンで卒業式で、ちなみにね、はい、大久保嘉人選手はワールドカップもオリンピックの時もカノンを聴いてるんです。なるほど。うん、もう本当に試合前に聴く曲みたいですよ。僕音楽プレイヤー買ってからカノン入れたこと一度たりでもないですけど、ね、俺も一回もない。もう目覚ましでこれであるぐらいだよ。はいね、もうそんくらい、もう本当にそんくらいだよね。はい、岩政選手、うわ気になる。あ、岩政大輝さん、チャゲアスマニアみたいです。そうなんすか。はい、多分チャゲアスマニアみたいで、へえ、ずーっとチャゲアスを聴いてたみたいですよ。なるほど。うん、今から一緒に殴りに行こうかって言って、そう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 、気合い入れて、そう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 、あの武闘派のセンターバックができてたのかもしれない。そう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 、まさにそうかもしれない。宇佐美貴史選手、はい、試合前に聴く曲は竹原ピストルの、はい、オールドルーキー。あー、まあ、でも竹原ピストルさんは知ってるから、はい、まあ、やっぱりどっちかというとなんかあの男男みたいな感じの曲ですよね、うん、なんとなく、まあ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 、なんとなく、はい、はい、イメージはしますよね。古橋亨梧選手、うわ何聴くんだろうね、気になるよね。はい、清水翔太さん聴きます。大丈夫、そん時もうその通り。その通りでね、はい、もう優しい感じですよね。はい、もう東口選手、おお、はい、ケツメイシの俺の道お前の道。おお、はい、ケツメイシか、はい、みたいですよ。はい、田中達也選手、はい、ケツメイシの覚悟はいいか。へえ、ケツメイシかぶり、ケツメイシかぶりみたいですよ。駒井義明選手、はい、グリーンの始まり。お、那須さんと被ったじゃないですか、はい、かわいそうに。那須って那須かぶり、かわいそうに。かわいそうって最高やん。はい、うん、かわいそうって俺がかわいそうや。俺は生きる、マジで。あ、生きるんですか。生きるよ、頑張ってください。頑張ってください、頑張ってください。応援してよ、もうそれはね、頼みますよ。はい、はい、じゃない。森崎和幸さん、はい、これね、LINE を送ったんですよ。はい、アンダー20の時に那須に教えてもらったジャネット・ジャクソン、Everytime。 何ジャネット・ジャクソン聞いてんすか、ナスさん。アンダー20の時に俺ね、それさえも覚えてないんだよ。ナスさん二十歳の時にジャネット・ジャクソン聞くってめちゃめちゃ調子乗ってるじゃないですか。いや、その当時はやっぱイケイケでしたよ。英単語なんか一つも分かんないですから、ナスさんなんか。分かる、はい、分かる。何が分かるんですか。英単語、はい、アイ、アイ、アム、アム、マイ。は、アイアムマイ。ごめん、アイアムマイじゃない、アイ、単語、単語ですもん。はい、アム、アム、はい、アイアムあアプル。おぉ。とシーモの、はい、クライベイビー。ああ、はい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 、わかりますよ、僕。はい、とかグリーンの曲とかよく聞いてたかな。俺教えた記憶全くねえんだ。そりゃそうでしょうよ、うん、全くねえのになんかハマってくれたんですね。はい、でもそれ長いことハマってくれてんのはなんかありがたいじゃないですか、うん、はい、いや、めちゃめちゃありがたいです。はい、アンドレス・イニエスタ選手聞きましたよ。何聞くんすか、ね、何聞くんだろうって俺も思ったんですが、はい、まあ、スペインの、はい、もちろんスペイン人なので、はい、スペインの歌で、はい、エストバというチームの歌を聞くのが好きです。はい、いやもう全然、はてな、はてな、いや、もう、いや、全く知らないですけど、うん、ここはいじるわけにはいかないので、うん、そうそうそう、いじるわけにはいけないけど、多分、はい、なんだろうね、チームの歌っていうのは誰かが作って、サポーターとかわかんないけど、その歌手の方とかがなんか作ってくれた歌なのかな、思うところによると。そうです、那須さん、そうです。そうです、はい、やっぱいつもと違うね。それはそうでしょ、知るかって言えないですよ、こっちだって。次行けって言えないですから、こっちも。そうだね、エストバっていう歌を聴きます。そう、はい、エストバっていう歌を聴くみたいです。はい、はい、すごい、すごい。じゃあ次行きましょう、次行きましょう、はい、あとはね、まあ何選手か聞いたんですけど、前田選手とか曲を逆に聴かないって、その変にこれを聴かないといけないという決めつけが嫌みたいです。ああ、なるほど、それがプレッシャーになるのが嫌なんだ。はい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 、なんか曲によってはさ、こうモチベーション上がるけどさ、緊張感がグワーってさ高まりすぎちゃってさっていう曲もあるじゃない。うん、なんとなくは、まあ、まあ僕も部活の時に大会の前に聴いてたやつがあるんで、なんとなく分かりますけど、分かるでしょ、はい、だから俺は日本人の曲を聴くのは試合の直前にしてた。
はい、バスの時では洋楽とか意味がわからないのを聴いてた、はあ、でノリノリの曲、はい、ちょっとヒップホップ系とか、はい、それもあの DJ マキノの全部提供の曲なんだけど、はい、提供の元、はい、はい、でもそういう曲を聴いてこうテンション上げて、はい、俺はもう日本語の曲を聴くと感極まるぐらいにテンション上がっちゃう、はい、じゃない今いい話、あ、いい話なんですか、今いい話だけど、そうそう、感極まっちゃうんですよ、鼻で笑うとこかと思って、うん、ちゃいますよ、大事な試合になればなるほど、はい、だからあんまり思い詰めるのは良くないから俺の場合は、はい、だからギリギリもう本当にスタジアム着いてストレッチして、あとアップまで10分ぐらいとか15分ぐらいの時に日本人の曲を聴くっていう、うん、うん、そういう流れは僕はありましたけど、まあ、だから選手によってやっぱ聴かないっていう選手もいたみたいですね、はい、いろいろ個性あって、そうですね、個性ありますね、うん、であんまかぶらなさすぎるじゃん、はい、でも結構やっぱり、ああやっぱりイメージ通りだなってなるんですね、ああそうだね、はい、特に古橋京吾選手とかね、古橋京吾選手全部イメージ通り、うん、そうそうだからもう本当面白いよねそういうの、はい、だからまあまだまだちょっと取材してって、これからもはい、はい、そういうのをちょっと続けていきたいので、なんかコメントで聞いてほしいこと確かにあったら、あのどしどしお願いします、そうですね、はい、今回は試合前に聞く歌ということで、はい、こんな形で終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。